ただいまより K-1 ワールドグランプリ第5代スーパーフェザー級王座決定トーナメント決勝戦を行います。青コーナー172センチ、 59.9キログラム、 日本朝日沙道場、空手道連合朝日沙道場より、朝日沙弘隆、ここ決勝までに要した時間は81秒です。赤コーナー175センチ、 60.0キログラム、日本ザ・スピリットチームチームトップゼロスララ東京、第9代クラッシュスーパーフェザー級王者レオナ。取り合いを演じた男、だから俺が巻かなければ、レオナペダスです。さあ、いよいよ3分3ラウンド延長1ラウンド決勝戦が始まります。決勝戦に関しては1ラウンド中3度のダウンで KO 負けとなります。さあ、ではここまでトーナメントを見てきました佐藤義弘さん、どんな風に見てるんでしょう。僕この朝日沙選手、はい、爆発的な威力で、僕ワンデートーナメントってキッカーが不利だと思うんですけど、もうそんな微塵も見せつけずに圧勝圧勝で決勝まで上がってきたので、もう楽しみですね。マサトさん、はい、やっぱりこの2人を予想する人が多かったですね。そうですね、僕も、まあ、そうなるかなと思ってましたけど、2人とも最高の勝ち方で上がってきてますからね。さあ、拳を合わせました。赤いグローブがレオナペタス、左足前の構えオーソドックスです。右足前褐色のボディが青いグローブ朝日沙弘隆です。中央を取ります。左背から襲いかかってきます。朝日沙、朝日沙大きいパンチでいきますね。飛び込んできた。マサトさん、あの前蹴りから左フックでしたしね、準決勝は。ただね、レオナは小さいパンチ打ってきますからね。ああいう大振りにするとね、ちょっとその中を抜くパンチ持ってますからね、レオナ。サウスポーとオーソドックス。で、朝日さんはもうね、これ3連続1ラウンド KO できてるんで、そのイメージを持ってますからね。まあ、桃太郎戦、そして村越戦は左のハイキックでの KO もありました。で、そしてこのトーナメント回転も2つ KO です。ローディレオナちょっと距離が遠いですよね。いつもだったら当たる蹴りも、レオナには当たらないですよね。平子由紀さん、どう見てるんでしょう。いや、最初の飛び込みざまでレオナ選手が左をコツンと当ててきたんですよね。取り乱すしてないですよね。ただいま青コーナー朝日沙選手の攻撃がローブローと判断されたため、さん今ローブローの前ですけど、お互い笑ってましたよね。そうですね、この笑いの後に何が起こるかと、こいこいっていう感じだったんですかね、はい、さあ今のシーンです、ああでもね、お互い入ってるね、お互い入ってる、まあ、朝日さんの方がより強く入りましたけど、これ怪我の、まあ、ローブローのダメージの回復の時間を今待っているというところです。佐藤義弘さん、改めて両者の高校生見てどうでしょうか。朝日さ選手は普通の人の距離よりもかなり遠目から蹴りがブーンってくるんですよ、はい、もうその距離感に狂わされて今まで食らっちゃう選手が多かったんですけど、うん、まあ、レオナ選手さすがそこを見極めてましたね。あ、なるほど。レオナ選手も普通の選手より背中をぐっと丸めてるんで、はい、距離はちょっとごまかせると思うんですよ、他の選手より。距離ごまかせる、はい、お互いがこうちょっと遠目から、朝日さんの方が遠いですけど、普通だったら当たらないなっていう距離から朝日さんの距離が伸びてるな。さあ、拳合わせます。まあ、長身がレオナペダス175センチあります。172センチが交渉ですが、朝日さんハイキック出してきました。レオナペダスストレート、左のジャブがね、組み際は高いね。ただいまの注意があります。ボーディングに対して注意が与えられました。近いボーディーから来た、面白い。左を入れました。レオナもしかし左襲いかかってきます。朝日さんからちょっと左手がロープにかかってます。朝日さんのちょっとフック系が多すぎますね。さあ、そうですか、ちょっと力入りすぎてる感じでしょうかね。ちょっと突っ込みすぎなとこあるんで、レオナの鉄の拳が入るかもしれないですよ。なるほど、飛び込んでくるところですか、はい、
前のガードを下げています。狙ってますよね、レオナは。レオナの右の拳ですね。前の手は下げています。左フック引っ掛けながら、そして右のストレート、左右のパンチは朝日さん。おお、左お右を入れました。レオナ右入りましたよ、ま真ん中に入るパンチがね。レオナちょっと笑いますよね。そうですよね。なんかこれシミュレーション通りにいたり、そういう感じもあるんですよ、うん、そのパンチ見えてるよっていう、うん、カウンター取っちゃうよっていうような笑みに見ましたけどね。バックスピンキック左入ったか、今回転入れながら飛び込んで左フック狙っていきました。もう一つ離れ際、まあ、時折朝日さん拾ったかは、これもう右も左もこう戦える選手です。あ、また右足前のサウスポーに変わりました。まあ、村越戦もサウスポーに変えて左ハイキックがあった朝日さん弘隆です。前の手でジャブ、インドキック、ストレート、左フック、速いワンツー。こうね、第1ラウンド終了。組んだ時のね、朝日さんの体の力強いですよね。そうですね。さあ、平子祐希さん、はい、まあ、いろいろ想像あったと思いますが、どうでしょう。いや、強引なねじ込みに対してのレオナペダス選手の冷静なさばき方が、はい、見事ですけども、ただやっぱりパワーあるんで朝日選手。そうです、ね、あれが一発ニュアンス当たったら分かんないですね。マサトさん、改めてどうでしょう。まあ、朝日さんのフック系のパンチに対してね、レオナがまっすぐのパンチを出すんでね、はい、この入り際にね、レオナのカウンターが合いそうな、こういう今みたいなパンチとかね、 ああいうパンチ怖いですよね。まあ、もちろん朝日さんのあのフックが当たれば倒されるっていう、そういう危険性もね、レオナからするとありますけど、今ゆうちゃみさんの前に映像も映ってますが、はい、お父様、弟、そして妹さんもいるんですよね。家族勢ぞろいですね。朝日さんからね。さあ、佐藤さん、はい、次のラウンド何楽しみに言いますか。これはまたでも1ラウンド目のこのお互いの攻め合いが見られるんじゃないですかね、うん、そうですね。まあ、佐藤さんのお話だとちょっと朝日さんが突っ込みすぎたなっていう。そうですね。まあ、ただなんか朝日さんってこうキックボクシング系のなんかデンプシーロールみたいな攻め方なんですよね。なんか遠心力をなんかすごい使ってなんか、ワンツー、うわ、ワンツー来た。この嫌って組みつきます。レオナ倒しに来ましたね。自分からグッと前に出てきました。さあ、中央を取っているのがそのレオナペタス、赤いグローブです。お互いこう接近しすぎてクリンチのような形になります。飛び込んできた。ゆうちゃみさん、はい、飛び込んでくるんですよ。そうですね、びっくりしました。朝日さん空手はね、喧嘩空手ですね、喧嘩殺法なんですよ、うん。まあ、それに対してレオナもね、こう飲まれちゃいけないっていう意識があるんで、逆にクリンチギアもやりたい、こういうパンチね、飲まれないためにやってますよね。まあ、ストリートファイトの鬼と言われていたのは朝日さん、新班長。ノーダウンではありません、ノーダウンです。フック、左につなげた朝日さん、前襟からしかし長い手が伸びてきます。レオナペタス、これは空を切る。レオナも今膝狙ってました、飛び膝。佐藤芳乃さん、どうでしょう。 いいですよ、両者、はい。ただいま両選手ボールに対し注意が与えられました。ロケーズフェスタ4でタケルと戦いました。タイトルマッチにチャレンジしたのがレオナペタスでした。あえて体預けてからのパンチで倒しますからね。なるほど。左に飛び込んでサイドフックが空を切る。またこの形になります。まあ、これ朝日さんがこの前のめりで攻撃いくので、どうしても組が多くなってしまいます。そうですね。あ、左フック、左フック、テンプルに入れた。右のミドルキックです。左に入れた朝日さん、左の朝日さん負けてないけど、朝日さんも、ね、そんなとこからパン蹴りが来るのかっていうタイミングで来るから、あれ怖いですよね。今まさにでもデンプシーデンプシーみたいな言い方をしてましたが、頭振れと、インのキックです。朝日さん拾ったストレート、今度はレオナワンツー膝、これはチャンスと思って。朝日さんのキックはもうインローでももう全力ですね。これまさにそうですね。骨折れたって構えしねえって感じの蹴りですよ。あ、でもね、朝日さんちょっと顔腫れましたね。そうですか。さあ、パンチ入れてます、前に出てくるハイキック、さあ返す、左も入れましたよ。ジャンプも強い、足の拳ですからね、反対コツンコツンっていうパンチですからね。ジャンプでも強いんですね。朝日さん、ロープパー、今のカットがね、足痛めだぞ。左フック、たくんで、朝日さんですか。そうですね、今思いっきり膝に当たりましたね。
相手の膝をレオナの膝を蹴ってしまいました。バックハンドブローはさせない。これ間合いを詰めて防いでいます。ただ、ね、ここで第2ラウンド終了、ね、朝日さからではそれくらいで痛めるほどやばじゃないっていうのがね、そうですよね、朝日さからですからね、そうですね、分からないですけどね、左痛めたら右で蹴ればいいじゃないか、まあ、すごいな。いや、ゆうちゃみさんどうですか、はい、そのいや本当、朝日さ選手のハイキックやっぱりすごいですし、レオナ選手足が長いんでやっぱ飛んでくるなっていうのは思いますね、うん、そうですね、まあ、ゆうちゃみさん、はい、真っ暗闇にして、はい、お互いにスパーリングさせたり気を感じながら戦い、そういう練習もあれですよね、お風呂の中で3分間息しないみたいな、ね、本当すごい過酷な、結構左目腫れてます ね、 そうですね、朝日さんやっぱレオナのパンチ硬いですね、はい、あこれですね、左蹴ってしまったところ、さあ平子勇気さんどうですか、1ラウンド目朝日さん選手パンチほぼパンチでの構成だったと思うんですけど、2ラウンド目蹴りが出てきましたよね、もう2人ともスタミナ無尽蔵なんで3ラウンド目確かにまた打ち合い行くしかないですよね、お互いに ね、 まあ、本当ですね、左目のあたりがかなり腫れてきています、朝日さん広高やはりここまでのような準決勝までのようなわけにはいきませんでした。まあ、出会うべくして出会ったこの2人です。 K-1 ネクスト、その候補に名乗りを上げるのは赤いグローブレオナペダスか、それとも青いグローブ朝日さん空手朝日さん広高か、ローキック右に上げた、左入れ替えしました、朝日さんサバ折りのようなね、やるんですよね、さっきこれ頭に結構当たってますね、こういう時ねゴツゴツしてるんですね、頭がただお互いね、頭当たろうが、まあ、言わないですよね、まあ、レオナペタス実は朝日さん弟朝日さん太陽とは2度戦って2勝しています。おとせこと飛び佐藤さん、あのこうサボりみたいにこう抱え込むのあれは何ですか、あのあれキックボクシングの、まあ、首相撲の一種ではあるんですよね、はあはあまあ、一応 K-1 では組は禁止なんですけど、ああやって組んだ時にちょっと圧力があるとそれだけでも相手嫌なんで、なるほど、こういう細かい工夫って、ちょっとねレオナが朝日さんの動き見切ってきましたね、やっぱ入り方がねちょっとあの種類が少ないですね、なるほど、だからこうレオナ分かってきましたよね、ローキック思いっきり走り込んできました、左ミドルキック、腕を殺しに行く、またこの形になります、平子さんすごい走り込んでローキックとか、いいですね、だからこのゴーアの中でねピンポイントで当てていくっていうのも技術ももちろんですけども、そこに当てていく勇気もね確かにすごいですよね、まさに決闘になっています、この決勝戦、左ハイキック、その後この距離はもうレオナはだいぶ見切ってますね、うん、そうですか、さあ最終第3ラウンドも残り1分10秒になります、タケルが返上したベルト、そしてストレート入れた、左フック返す、いいワンツー、こういう結構こそね本当に基本のパンチ大事なんですよね、おまたスイッチ、右足前に変わります、あと50秒、先ほど左のどう放ったときちょっとひょっとしたら必要になったかもしれません、アッパーが入ってきました、手を伸ばします、セコンドには K-1 のライト級王者弟朝日さん、太陽も指示を受けています、兄弟初の K-1 王者を目指しています、朝日さん時代をそののろしを上げるか、しかし前に出てきます、またこの形だ、左のフックから右のストレート、石の小町、両フック、インドを放つ、左ハイを放つ、朝日さん左フック、ワンツー、膝、さあ残り10秒です、左に入れた、効いた、効かせました、レオナペタス石の拳炸裂、うわ試合終了、いやゴツゴツした決勝戦でした、さあ判定です、決着つくか否か、マサトさんでもどういう試合でした、まあ本当になんていうんですかね、戦いというようなこう戦いでしたね、試合というよりはこう、お待たせしました、ただやっぱ3ラウンドはねこう朝日さんの攻撃に対してレオナがこう入り方を分かってきましたよね、ジャッジ岡田30対29赤レオナ、1人目レオナペタス、
ジャッジ箱崎30対29、アトレオナレオナペタスです。30対29、アトレオナ以上に勝て3点目を残して勝者アトコーナー、タケルと命の取り合いを演じた男レオナペタス、第5代 K-1 スーパーフェザー級王者、その名はレオナペタス、朝日咲弘隆を下しました。さあ佐藤義弘さん、はい、いかがでしょう。いや朝日咲弘隆のこの今日のパフォーマンスすごかったじゃないですか、はい、その圧をうまくレオナがこの耐え切って、自分のこの作戦とか得意なパンチで攻略したという感じですかね。そうですね、平子さん、はい、どんな風に見てるんでしょう。ゴールを受けた瞬間にペタス選手崩れ落ちましたからね。やっぱりこの身体の話もありましたけども、相当な格好の中で戦ってたんですね。レオナ・ペタス選手となりました。ゆうちゃみさん、はい、K-1 ネクストって言われていますけど、はい、まあ、タケル選手に託された一人ですよね、思いを。そうですね、だから本当にタケル選手も喜んでると思いますし、選手自体もすごく本当に僕らしいチャンピオンだなって思います。そうですね、マサトさん、はい、でも決勝の壁に跳ね返されたのが朝日咲弘隆でもありましたね。そうですね、朝日さんは本当にこう今度も絶好調で来すぎて、まあ、その感じのパターンでレオナにも挑んだんですけど、やっぱり今の技の引き出しではやっぱレオナにはレオナの壁はちょっと崩せなかったですね。まあ、レオナもこうタケル戦もそうでしたし、はい、ザ・マッチでもね、レオナすごい悔しい思いをしてきたのでね、まあ、この一戦で絶対取ってやろうっていう思いはすごい強かったんじゃないですかね。まあ、勝った時の顔を見てもね、やっぱ相当この試合にかけてきたんだろうなっていう思いが顔を見て伝わりましたね。佐藤さん、本当にここにたどり着くまでですもんね、階段があって。この辺のザ・マッチの敗戦はね、本当に本人も悔しかったと思いますよね。なんか今日決勝で入ってくるレオナ・ペタスの表情とかテンション、はい、なんかすごかったんで、本当にいいパフォーマンスでしたね。でも平子さん、はい、振り返ると1回戦は実は1つダウン先に取られてたんですよね。そうですよね、朝日選手が勢いのままに決勝まで上がってきて、その上でこの戦い方ができるのがすごいですよね。朝日選手も1個の課題が見えて、ここをまた絶対に埋めて帰ってくると思うんで、また何段階か強くなって戻ってくるでしょうね。やっぱ朝日選手はこうやっぱこう空手特有の蹴りの技とかすごいいいものあるんですけど、はい、あとはもうやっぱりこう入り方がやっぱワンパターンになってしまっているので、あとはやっぱ基本のパンチと基本の入り方も両方あるとまたさらに強くなるんじゃないかなという気がしましたね。そうすると朝日咲弘がさらにこう光るというか、やっぱりキックボクシングの基本もの動きもできて、朝日咲からというとよりやりにくいと思うんですよね。レシコンドリーは父厚司さん館長です。そして向かって右には K-1 ライト級王者の太陽選手、そして妹の真由さんもエリングの下では今水を送ってます。 K-1 ワールドカップスーパーフェザー級王者レオナ・ペタス選手には K-1 プロデューサー中村匠よりチャンピオンベルトが贈られます。2021年去年の3月日本武道館でタケル選手に挑みましたこのタイトル、その時はベルトを巻くことができず KO を負け置きしました。そのリングでタケル選手からあとは頼んだその言葉を託されたのがレオナ・ペタスです。平子祐希さん、実は1日3試合のトーナメント初めてだったみたいですね、レオナ選手が。ああ、そうなんですね。試合の構築がさすがですよね。組み立てる方が見事でした、ね、続きましてトロフィーが贈られます。プレゼンターは株式会社ファーストパートナーズ代表取締役中尾剛様です。リミット60キログラム
ーフェザー級の新チャンピオンです。ようやく今落ち着いたこう笑顔が少し見えました。まあ、マサトさん、そのトーナメントっていう難しさもまたありますしね、いろんな要素がありますからね。まあそうですね、まあ、ただ僕が本当に、まあね、僕の信念じゃないですけど、やっぱりその日の一番強い選手が何があろうと勝つっていうのが、長谷様ありがとうございました。今マサトさんと目が合いましたね、レオナ選手ね。おめでとう。続きまして準優勝朝日田博隆選手にはトロフィーが贈られます。さあ、そして朝日田博隆です。プレゼンター佐藤さんはその朝日田博隆さらにステップアップするにはどういう風に思ってます？そうですね、まあまあ、マサオさんが言ったようにその今日のトーナメント、その遠目からガガガガっていう入っていくパターンが、まあ、本当8割9割だったんで、はい、その距離に入ってからの攻撃も加わると、まあ、よりバリエーション増えるかなというふうに思います。距離に入って一瞬見ることも結構ありだと思うんですよね。続いて第3位大岩達也選手と横山智也選手にはトロフィーが贈られます。そして準決勝で涙を飲みました大岩達也選手、そして横山選手、2人に今トロフィーが贈られます。早稲田大学キャンプ教授、株式会社ヘッドライン代表取締役社長一木浩司さん、小雪さん、この2人どんな風に見てましたか？いや、こうして4人並んでみると、はい、本当に粒が揃った分厚い階級ですね。佐藤さん、はい、横山選手も存在感見せましたね、22歳。そうですね、この最年少でしたっけ？そうです、そうです、ね、まあ、今後の、まあ、横山選手こそ、まあ、K-1 ネクストという恥じない、ね、あの名前ですからね。マサトさん、はい、大岩の気持ちどうなんでしょうね。そうですね、やっぱりね、はい、タケルが新人のね、タケルが持ってたベルトはね、自分が引き継ぐってこうそういう思いは強かったでしょうからね、まあ、非常に悔しい気持ちはあると思いました。まあ、右の足首のあたりですかね、こう痛めたようですね、大岩選手で左の目を晴らしています。こちらは準優勝朝日田博隆、さらには慶応のアルバム第5弾、鋭い声を聞きましょう。レオナ・ペタス選手より一言をいただきます。第5代スーパーフェザー級チャンピオンになりましたレオナ・ペタスです。3つだけ言わせてください。まず今日、クラッシュでのチャンピオンになっている弟のコーナーが結婚式ということで、僕は試合だったんですけど行けなくて何も言えなかったんで、コナーおめでとう。そして2つ目なんですけど、僕をずっと、始めたことが見てくれてた、ハンザートレーナー、そして池田先生、そして最近ずっと見てもらっている力道場の深澤先生、本当にありがとうございました。最後に、母ちゃんとベルト取るって約束して、去年ベルト取れなかったんですけど、今年やっと約束を守ることができて今日取ることができました。母ちゃんにこのベルトを届けたいと思います。武尊選手、頑張れって言ってくれたから頑張りました。 K-1 最高、おめでとうございます。 K-1 最高、見事ワンデートーナメントを制し新王者となりました。時代のエースに名乗りを上げましたレオナ・ペタスです。平子さん、はい、どう聞いてらっしゃいました？いや、なんか一 K-1 マッチとして勝手なことを言いますけども、ザ・マッチからですね、なんか選手たちのギアが、意識のギアが2段3段上がったような、そんな大会でしたね。みんながなんか強い意志で倒して魅了して勝つんだっていう、なんかそんな意識がすごく見て取れました。マサトさん、それ感じてらっしゃるでしょうね。そうですね、やっぱりこう、まあもう毎回言うんですけど、やっぱりね、K-1 ネクストってこう言われると、やはり自分がこうネクストになろうっていう意識が生まれますからね。そうですね、やっぱりそうなるとこう練習にもそうだし、発言にもそうだし、顔つきもそうだし、いろいろな部分が変わってくると思うんですよね。あ、そうですね。
佐藤さん、はい、そのザ・マッチの話も今出ましたけど、あの結果もあって、はい、何か K-1 の中も何かこう勘ぐる剤というか何か変わるかもしれませんね。ああそうですね、もう一回あのこの K-1 の中でももう一回この一致団結して、もちろん選手同士は戦うんですけど、もう一段、二段上に行ってやろうっていう感じはありますよね。まあ、笑顔の新チャンピオン、レオナ・ペタス、その今我々放送席の後ろを敗れた朝日さん、広塚がドレッシングルームへ戻っていきました。でも佐藤さん、はい、あのレオナ・ペタスが階級ちょっと上げてみようっていうことも実は考えてるって話がありますもんね。そうですか、まあ、でもなんかこの階級でもまだ面白い戦いは見られそうなんですけどね、まあ、減量きつければ、まあ、上がっていってもいいと思うんですけど、ね、自分はもうちょっとこの階級でのレオナ・ペタスも見たいなというふうに思います。今リングの上でお話聞いてたと思いますけれど、はい、ね、一昨年お母様が他界されて、ね、はい、亡くなって、その母ちゃんに捧げる優勝って言ってましたね。はい、そうですね、本当お母さんも喜んでると思います。結構フィジカル鍛えてきたんですよね。あそこにいる隣にいる池田先生って、あの先生は僕のフィジカルのトレーナーの土井さんの先生の方なんですよ。あ、そうなんですか。向かって右の方、そうなんです、この方だから、ね、いろいろ多分フィジカルを相当鍛えてきたと思いますね。ということはそうサポートする人たちもいろいろこうつながって、だから歴史がドラマがあるんですね。そうですね。ボイトレーナーのさらに師匠なんです。そうですね、はい、佐藤さん、はい、やっぱり優勝する勝つにはチーム大切なんですね。やっぱりそういう信頼関係大切ですよね。このやっぱ選手一人で戦ってるわけじゃないんで、やっぱ下にいるセコンドからの指示はやっぱね、陸上の選手では冷静、本当に冷静には判断できないので、まあ、いかにこのセコンドが言ったことを実行できるかというのが大切ですからね。もちろんセコンド その試合を見る目っていうのも大切になりますし、はいはい、さあまだこのセッションが続いています。黄金のテープ、テープで埋め尽くされた四角いリング、立っているのは一人です。第5代 K-1 スーパーフェザー級王者レオナ・ペタス。1日3試合という過酷なワンデートーナメント、王座決定トーナメント、勝ち抜いて頂点に立ちました。後からまた思いが胸をついて涙となってこぼれてきます。ここでベルトを取れなかったら僕は終わり、ここで負けるようだったらもう先はないと挑んだこのトーナメントでした。さあ今アクリルプレートにサインをしてくれています。このサイン入りアクリルプレートはチャリティーオークションに出品いたします。ぜひ皆様チャリティーオークションご参加ください。今回も K-1 ではスポーツ公認オークション、ハットトリックのプロモートチャリティーオークションを実施しています。収益の一部は寄付させていただきます。さあ改めて正人さん、19試合という長い戦いではありましたが、 KO がですね19試合中13試合ありました。すごかったですね。すごい数ですね。なるほど、でも本当にこのトーナメント面白いトーナメントでしたね。そうでしたね。あとはそうですね、あれ強かったな、ジョムトン強かったですね。強かったですね。アビラル何もできなかったと言ってもよかったですよね。和島もさすがでしたけどね、チャンピオンとして。佐藤さんも推しの人でしたもんね、ジョムトーンは。そうですね、はい、もうジョムトーンさすがでしたね、はい、さあ平子祐希さんはどう振り返りますか、はい、今回はベテラン勢の活躍も光りましたからね、うんうんうん、なんかこの K-1 ネクストのテーマが少し耳心に響くような、そんな深みの出た大会だったんじゃないでしょうか。ゆうちゃみさんどうでした、はい、いや今回本当に KO の数をめちゃくちゃ私も見させていただいて、うん、すごい私も感動的に圧倒されましたし、はい、私も頑張ろうって勇気づけられました。そうですね、はい、さあそして K-1 年内次回大会は12月3日土曜日エディオンアリーナ大阪となります。さあ K-1 ネクスト、このテーマは続きます。
そろそろお別れの時間です。解説を放送席改めて、正人さん、佐藤義弘さん、そしてゲスト解説には平子祐希さん、ゆうちゃみさんをお迎えしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。横浜祭り行われました。それではこの辺りで横浜アリーナからお別れです。ごきげんよう、さようなら。